シェシュペ川は、東、ヨーロッパを流れるネマン川の支流である。長さは2 9 8キロメートルで、ポーランド・リトアニア国境に近いシェシュプカの町の付近に、源流がある。ポーランド、リトアニア、ロシアを流れる。最後は、リトアニアとロシアの国境を5 1トル流れ、ネマンの町の近くでネマン川に交流する。リトアニアでは4番目の長さの川である。 流域にある町には、リトアニアでは、クディルコス・ナウミエスティス、ピルビシュキアイ、マリアンポレ、カルバリアがあり、ロシア領に入ると、クラスノズ・ナメンスク、ネマンなどがある。プロイセンにあったドイツ騎士団にとっては、シェシュペン側は、東の守りとなる境界線であり、ゴルブ戦争を終わらせためるの条約では、ドイツ騎士団領と、リトアニア対抗国との境界線となった。 ナチスドイツの時期である1938年には、東プロイセンの各地でリトアニア語、プロシア語的な響きの地名が一掃され、ドイツ語風の地名に置き換わったが、シェシュッペン側もオスト側に変えられていた。ありがとうございます。